ノルマルム広場の東側、2010年撮影。右側の白っぽい壁面が、旧、クレジット銀行で、壁面にカレンダー時計が埋め込まれている。ノルマルム広場、ないし、ノルマルムストーグは、歴史的には、パッカーで広場、フィスカー広場とも呼ばれた、ストックホルム中心部のノルマルム地区にある広場で、ハムンガータンとスモーランズガータンという二つの街路の間に、一致している。 現在の名称は1853年に付けられた。旧、クレジット銀行の建物にある、リンデロートのカレンダー時計。広場には、シティパラツェット、スウェンスカリフス館、メア館、パームハウスのほか、カフェや、新聞などを売るキオスクなどがある。ユールゴーズ線の路面電車は、ターミナルの一つがこの広場にある。多くの企業にとって、ノルマルム広場を、所在地とすることは、 その企業の核を示すものとなっており、ダンスケ銀行のスウェーデン本部などもここにある。広場の東側に位置する旧クレジット銀行の建物には、年月日や曜日、時刻などを表示するカレンダー時計が壁面に設けられている。この時計はリンデロート時計製造が制作したもので、 もともと19世紀末から1968年に建物が取り壊されるまでドロットニンガータン28番地の社屋のファサードに設置されていた。時計が現在の位置に設置されたのは1975年であった。1814年の古地図の図の右端に示されたパッカーレ広場。この地図では右下が北になっており、ニブロワンが左右に長く表現されている。 1900年頃のノルマルム広場。正面はスベンスカリフスカンストックホルムが建設される前、この近傍にはエケビという栄えた村があった。当時はまだ現在よりずっと奥まで入り込んでいたニブローワンは水深も深く、この村の天然の良好となっており、エケビの町は広い範囲と小取引を行っていた。しかし、この村の正確な場所は明らかになっていない。 19世紀までこの広場は2つあった港湾のうちの1つと直接接していた。当時はここに缶詰工場があったことから缶詰広場イコールパッカー広場と呼ばれており港に水揚げされ魚はすべてこの工場に運ばれ点検の上缶詰となっていた。それ以前の17世紀には魚の取引がなされていたために魚広場、 イコールフィスカー広場と呼ばれていたが、すでにこれとは別に同名のフィスカー広場が存在していたために、17世紀末にはこの名は使われなくなった。ニブロ湾の奥が19世紀に埋め立てられるまで、この広場が2つあった港湾の1つに面していたことは、1642年の特許状において言及され、オーランド諸島の島民やフィンランドの島々の島民たちが、 自分たちの島の魚を持ってくると記されている。しかし、その後、ニブロアンの埋め立てが進み、川口の入り江から悪臭が広がるようになった。魚の匂いに、便所やゴミの山からの悪臭が加わり、後に広く知られるようになった泥海の最初の洗礼となった。1850年代に、この汚染水域は埋め立てられ、ベルチェリー公園が造成された。港湾機能は、 現在の場所へと移設された。1853年この広場は改めてノルマルム広場と名付けられたが、この古称は、かつてはグスタフ・アドルフ広場の旧称として用いられていたものの、復活であった。ノルマルム広場は、1973年にこの広場にあった銀行の支店で人質を取っての、 銀行強盗である、ノルマルム広場強盗事件が発生したことによって、ストックホルム以外の遠くの地域まで知られるようになった。エプスタイン、ラーシュ、シスタレストン、AV ゴンラクララ。ダゲンスニーヒーター、httpww.dn、セ、ブログ、エプスタイン、2009、04、17、シスタレストン。 a v ンラクララマイナス -27712014 年7月21日、閲覧。ストックホームズ・ギャチャナム S146。ありがとうございます。